鍵はかけといた。これで邪魔は入らねえ。神のいねえ時でよかったぜ。マジであの帽子野郎、次やったら泣かす。この画像解像度低いな。工場だよなこれ。ふん、タブレットでは詳細な分析はできないが、合成の可能性は低そうだ。おお、つまりこの工場にベルベットがいるということか。そうだね。だが同様に現時点で偽物と断じることもできない。つってもこの工場どこにあるんだろうな。画像荒いし特定できる要素なくね。よし、とりあえずそれっぽい工場を片っ端から回ってみるか。一つ一つ潰していけばいつか正解に当たるはずだ。アホめ、都内だけでいくつ工場があると思っている。全くもって現実的ではない。画像データからは何か拾えねえか。うん、ちょうど今エグジフ情報を確認してたんだけど。エグジフ？エグジフ情報が残っててくれればプロパティから緯度と経度を拾えるんだ。前提としてGPS 機能を搭載してる装置で撮影されてることが必須条件なんだけど。さすがにそこまで素人ではないか。エグジフ情報は消されているな。チッ。ならば他の方法で解析するまでだ。俺たちの連絡先を知られてるってことは当然素性も知られてるはずだよね。科学捜査官2人がいるところに画像1枚投げてくるとか完全に狙ってるでしょ。俺の次はお前らへの挑戦ってわけか。ふん、俺たちを試そうとはいい度胸だ。3時間、いや2時間あれば十分だ。この工場の場所を必ず特定してやる。いいな、リンク。もちろん、そうと決まれば SFT に戻りたいな。私も一緒に行こう。本庁で最新の情報を確認しておきたいからね。君はここまでにした方がいい。いきなり何言ってるんだ。彼女は俺たちの仲間だろ。だからこそだよ。先ほど接触したナナシという男、加害性は感じられなかったが危険人物であることは確かだ。現場に潜り込んだり、みんなの情報を掴んでたり、まあやばいことしてるよね。何が目的かもさっぱりわからないし。一つわかっているのは、彼らが君に関心を持っているということ。何が起こるか予想しきれない。甘く見て
君に万が一のことがあってはならない。君の安全を確保するためにも、少なくとも事件が収束するまでは私たちに任せてくれないだろうか。必ず君を守るから。言っても無駄だと思うぜ。そいつはバカがつくほどの熱血新聞記者だ。今まで俺の仕事の取材も、危険だろうがなんだろうがストーカーばりにくっついてきやがったからな。こんな中途半端に退場なんてする玉じゃねえよ。しかし、分かった。記者としての君の行動を止める権利はないからね。だがくれぐれも用心はしてくれ。お前を守るのは警察ではない、俺だ。24時間任せておけ。お前もストーカーか？後でおすすめの防犯グッズをいくつか紹介するよ。絶対無茶しないでね。困ったことがあればいつでも頼って。君に何かあったら俺泣いちゃうからね。別に何もしてねえよ。めでてえやつ。おい、気をつけて歩きやがれ。ああいう客マジでムカつくんだよな。ほらよ、びっしり書かれてんな。そりゃマメなことで。おい、ここに書いてあるのなんだ？この取材対象者の名前ってマジか？あのクソ帽子野郎、何かと思ったがこういうことだったのか。ナナシを信じるなら。だがここに書かれてる取材対象者が誘拐犯だ、多分。
ふざけやがって。許さねえ。ナナシが一体何者なのか、その謎は絶対俺が転がしてやる。